松平総広氏は、江戸時代中期の大名。出雲国松江藩六代藩主。官位は、十四位下、では守る、自重、左この絵検証書。直政家越前松平家総家六代。教皇十四年五月二十八日、五代藩主、松平仙忠氏の長男として誕生。陽名は、幸い一致よ。なお、 生まれた日を18日とする説もある。教法16年10月13日、父、忠氏の死により、家督を継いだ。また、幸い千代が幼かったこともあり、幕府は、福井、赤市、前橋といった、越前松平家一族に貢献を命じ、反省は過労による、合議制が取られることになった。教法の大飢饉やその後も、災害、 強法第一期が発生し、犯罪性は急迫することになる。官方2年12月11日に、幸い千代は元服し、八大将軍、徳川義宗から返記を授かって、総広氏と名乗り、十四位下に除位され、自重に任官、後では守るを兼任した。成長した、総広氏は延長4年に過労による、合議制を廃止し、五次たちと呼ばれる。 藩主申請を行うこととした。中老、小田切直足を補佐役に登用し、ご主公の改革と呼ばれる積極的な財政振興策を取った。改革は一部成功するものの、相次ぐ、天才、藩内で改革に対する反対派が力を盛り返したため、法歴2年に改革は停止されて直足は失脚した。法歴5年11月26日に、総広氏は、 左この絵検証に転任している。法歴十年、幕名により、比叡山延暦寺山門の修築の不審手伝いを命じられる。重臣たちは、この不審手伝いの失敗で、半量半減も覚悟していたが、小田切直氏や朝日茂法、塩を役に任命することで滞りなく成就している。もっとも、不審手伝いは乗り切ったものの、 犯罪性が急暴を極めていたのも事実であり、周囲からは、運州様滅亡とまで噂されたという。明は4年11月27日、財政急暴の責任を取り、次男の春里に家督を譲って隠居した。この時、春里の後見役に当時官暦も過ぎていた、朝日茂法を指名し、塩木役への復帰を命じている。同日、では守るから、 主刑頭に転任した。安永6年11月28日、入道して、南海をゴー天命2年10月4日に死去した。去年54。天徳寺に葬られたが、後に、月照寺に移送されている。趣向とは、財政再建の企画や新規政策の意であり、総広氏は、小田切直氏をはじめとして、趣向を持った、中級、下級藩士を、 数多く投与した。改革の内容は、小田切直足が、法歴3年に記した、報告に詳しく書かれており、40箇条の政策が記されている。以下に代表的な策を挙げる。改革の問い座は、資金不足、債務超過の状態になったためと考えられている。泉深田は、発足3年目で、元利償消化にへの不安から、資金回転が行き詰まっている。 大気伝説の残る、受蔵品居してからの総広氏は気候を繰り返したため、以下のように気候にまつわる逸話が多い。ありがとうございます。